土方久明の農業最先端第12回ということで、はい、今回はまた iFi 製品に、はい、iFi オーディオに続き、はい、すごいの出ましたよ。そうなんですよ、菅沼さん。これいや、さっきの回で、はい、ネオ IDSD2 をやったじゃないか、前回に、はい、でその時に上からファントムシリーズっていきなりこう言っちゃったんですけど、はい、ファントムシリーズの製品をあのいわゆる最先端で紹介する前に、はい、あのファントムシリーズの存在を発言するというですね、バレた、ちょっと動画構成上大丈夫なのかっていう話まあ置いといて、はい、ファントムシリーズという iFi のフラッグシップ、はい、新たなフラッグシップモデルが、シリーズとして出ますと。ていうか最初に言っておきたいんですが、これすごいよ。そうこれすごいよっていうタメ口になっちゃったけど、そう、値段もすごいですけどね。やっぱ値段がやっぱプロシリーズの上なんで、はい、でもね、コスパの iFi ですよ、僕にしてみたら。うん、コスパの iFi が、要するに、製品を安価に作るのが得意な iFi が、とんでもないコストをかけたら、こういうのができましたと。そう。で、第1弾が、はい、プリアンプ兼ヘッドホンアンプのアイカンファントム。はい。って、60万円税別、66万円税込み。はい、製品ですね。そうか、ファントムってシリーズに当たるんですね。そうなんです。はい、あのなんか聞いたらロースロイスのファントムから来てるんでしょ。そうみたいですね。僕ね、はい、あの一応車好き自認してまして、それはねすごい気合いの入った名前の付け方ですよ。まずファントム違うから。まあ、そう、見ての通り、はい、いわゆるラグジュアリーをこうかなり目指してるというか、はい、あの意識してますよね。ただこのね、まずこの筐体を皆さん見てほしいんですけど、一瞬これ2段に重なってるように見えるんですが、はい、はい、これは実はあの全部こう一体型の筐体になっていて、はい、下がいわゆる静電型ヘッドホンを動かすためのトランスが入っている、はい、出たっていうかですね、まず機能がこの製品かなり多いで、機能紹介だけしてたら2時間ぐらい普通にかかっちゃうんだけど、今ね菅沼さんが言った通り、まあもうさ言っちゃうっていうのが最初から静電型、静電型使えるんですよ。はい、はい、なので今までプロアイカンっていう製品がありましたけども、はい、それはですね普通のダイナミック型のヘッドホンしか鳴らせなかったんですね、はい、で今回アイカンファントムになってその静電型のヘッドホンも鳴らせるようになりましたと。僕の中で言うとやっぱ静電型っていうとね、スタックスが、そりゃそうですよ、まずはね、はい、あれは本当に素晴らしい、僕素晴らしいと思うの、あそこのメーカーが、はい、まず俺は日本のね、ぶっちゃけ言うとヘッドホンの俺は宝だと思ってて、はい、あそこのメーカーの存在と、素晴らしい音で聞けるでしょ。でもあの当然専用の静電型だから専用のヘッドホンアンプが必ず必要になってましたが、はい、まあじゃあそれがあれば本体だけでもいけちゃう。そうですね、はい、でただしまあこれはですね、どんなヘッドホンでもどんなスピーカーでも一緒ですけど、はい、アンプ不具合でスピーカーが壊れた時っていうのは、はい、保証はもちろん効きませんので。あ、そうか、もちろんそこを考えないといけないですね、でもそれはですね、はい、よくよく考えてみれば当たり前のことなんですよ、はい、いわゆるスピーカー使っててアンプが例えば DC 漏れしちゃったって言って、はい、スピーカーが壊れた時って、はい、それはユーザー責任ですよね。まあ、それはそうですよね、それと同じようにサードパーティーのアンプ使おうがですね、うん、それは一般常識的に残念ですけども、はい、お客さんの責任ですよっていうふうになってしまうって、はい、そこだけまあご注意いただければなと思います。えらい、最初にそこをちゃんとね言うのは真面目な菅沼さんだし俺だとすげえすげえって言っちゃうから、はい、まあ、やはりこうスタックスさんとしてはやはり自社のヘッドホンアンプ静電型のドライバーで鳴らしていただくことを前提に作っていると。あ、確かにね、うん、やっぱりこれあくまでこうサードパーティーですけども、はい、まあそういう話を言い出すとですね、まあ繰り返しになりますけど、はい、じゃあスピーカーメーカーの作っているアンプでしか鳴らしちゃいけないんかって、スピーカーはっていう、まあそうなりますよ ね。いやそしたらね、本当に普通のあれだけのヘッドホン組み合わせたら全部純正じゃない組み合わせですもんね。そうなんです、はい、なのでまあそれは一般常識の中で考えていただければなというふうに思いますね、はいはい、でまあ海外だといわゆる、サードパーティー製の静電型のドライバーっていうのは、まあ、たくさん出ていますから。そうですね、はい、でもちろん iFi としても、はい、これ実は静電型の回路っていうのはもともと Pro IESL という静電型ヘッドホンのエナジャイザーっていうふうに海外と言うんですけど、はい、いわゆるアダプターのようなものを出していて、うん、その回路を発展させて搭載してますので、はい、いわゆる初めて作りました実験作ですっていうわけではないんですよ。あ、なるほど、もう実績がある上でですね。そうなんです、うんうん、はい、なので、まあ、そこのあたりはですね、はい、ご安心して組み合わせていただければと思いますね。はい、素晴らしいな。でもいやこれ本当にどこから紹介するどこから紹介するまず、はい、フルバランスの、あ、そこはね、そうフルバランス回路の、はい、
プリアンプであり、はい、ヘッドホンアンプであると、はい、で、まあ、簡単にプリアンプの機能の方が少ないので、はいはい、プリアンプの方がまだシンプルなので、はい、そっちから説明しましょう。出力は、XLR、RCA、はい、それぞれ1系統、はい、で入力は XLR1 系統と RCA3 系統ですね、はい、でここでですね一つ注意点とか得意な点となるのは DAC は入ってないんですよね。あ、そうです。これは純粋にアナログの、いやこれすごいですよ、で各メーカーでも本当のドキュメンってダック省いてるの多いじゃないですか。そうですね。でも逆にね、iFi がそういうのを改めてね、作ってきたって、ここに、さっきのファントムって名前と一緒で、気合を感じますよ。そう。やっぱりセパレート思考なんですよね。最上位モデルっていうのは。やっぱりそうなんですね。ね、うんうんうん。で、内部の回路は、いわゆるソリッドステートトランジスタの回路と、真空管の回路っていうのが2回路入っていまして、はい、真空管の回路はさらに、いわゆる NFB、はい、ネガティブフィードバックの量を増やした減らした、うん、いわゆる真空管の倍音を出す出さないっていうモードの2モードあって計3モードの動作モードが、内蔵されています、うん、ここは iFi っぽくてねすごいいいですよね。そうですね、うん、ところが最初に言っておくとこの機能を遊びじゃなかった遊びじゃないんですよ、はい、遊びじゃない本当に、はい、で加えて、はい、Neo IDSD2 の時に説明しましたけど、うん、XBUS と XSpace の機能がついている、はい、という形のプリアンプ。まずはプリアンプ。ということは、はい、ホームオーディオのとしてもまず投入できるってところですよね。はい、はい。やっぱり自信を持って、iPad 自信を持って、はい、送り出すフラッグシップのプリアンプ、バランス、はい、フルバランス対応ですね。はい。はい、あと、あれか、キャパシティブバッテリー電源ってところもあるでしょう。そうですね。はい。いわゆるコンデンサーバンクってやつですよね。はい。それを内部に持っていて、はい、いわゆるそこでチャージして、電源として使っている。だから実質の電源供給はバッテリー回路から供給されるってこと。コンデンサーバンクがあるんです。コンデンサーバンクか。そう、コンデンサーバンクから。そこをバッテリーとするわけね。そうです。はいはいはい。いわゆる蓄電してるので、はい、でしかもプリアンプなので、はい、そこまで瞬間的に電力をバーって流すわけじゃないんですよ。なるほど。なので、はい、いわゆるコンデンサーバンクで十分一時的な電力が蓄えられるので、はい、一旦そこで全部蓄電してから逐次出すというような形で、うんうん、いわゆる DC からもらってきた電源をそのまま使うわけではないので、うん、まあクリーンですよというような仕組みですね。あ、それはいいですね。はい。はい、まあ、iFi 電源はこだわってたからな。そうですね。で、うん、付属は iPower Elite の電源が付属してきます。なるほど。はい、あ、iPower Elite ついてくるとさすがにフラッグシップですね。はい、フラッグシップです、ね。はい。はい。で、実際プリアンプの機能として、ひじかさんに聞いていただきましたけど、はい。いかがでしたでしょうか。あ、そうですね。ですね、これ、あんまり大げさに言いたくないんだけど、すげえ音いいよ。そうなんだ、ね。プリアンプとして。ちょっと、これね、言葉が難しいんだけど、俺はショックだった。ショックだった。はい、ショッキングですよ。音めっちゃいいもん。うん、で、実際、チューブとソリッドステート、チューブ、チューブパスって、はい。いろいろ、そうですね。切り替えて聞き比べていただきましたけど。はい、まず、音の基本となるのはソリッドステートだと思います。うん、いわゆる真空管を通さない音ですよね。真空管を通さない音ですけど、一言で言いますとですね、プリアンプじゃなく大変リファレンス性が高い音がする。で、本当にソリッドっていう名前の通り、本当そのまま音を全部、そのストレートに全部出してくる、このアンプは。そうですね。はい。ストレート。とにかくストレートな音がします。で、そこはソリッドモードすごいいいところ。当然ね、SN とか分解のもいいんだけど、もちろんこのクラスだったら、まあこのクラスって言っても、プリアンプで今高いやつ1000万とか普通にしたからさ、そう考えてそれでもコスパ全然いいけど、それでもかなりリファレンス性が高いなっていうのが第一印象です。はい、それはね、要するに、音の音色の付け方なんかもそうなんですよ、うん。いわゆるソースに対して忠実に出してくる。で、ディテールが結構フォーカス綺麗に出してくる。シャープなんですね、うん。シャープに出してくるけど、でもね、真面目ですね。これある意味。すごい真面目モードで、真面目モードっていうかな。遊び心いないで、とにかくストイックに出してます。ソリッドモードを、はい。で、なんでこれ、ここまでストイックに出せてたかって、次聞いた時に分かりましたよ。はい。チューブモード。チューブモード、はい。はい。チューブモードはですね、音で言いますとですね、これ、例えば、真空管使われてない、最近僕、環境王国めちゃ書くようになった。ですよね。めちゃっていうわけで、はい、書くようになったから、真空管アンプね、この間も実はね、菅野さんに僕15機種聞いたんですよ。おー、すごい。で、今の現代の真空管アンプがどういう音するかっていうのが大体分かったんだけど、うんうん、ね、要するに、まあそこはちょっと置いといて、いわゆる僕たち、僕も、菅沼さんもメイン機は真空管じゃないじゃないですか。はい、だけど、真空管ってやっぱり、ちょっとロマンありますよね。そうですね。で、はい、なんかプラスモアで与えてくれるんじゃないかって思うと思うんですよ。それは例えば、音の、なんていうか、すごい平たく言えば、正しいかどうかは、
あれとしても温かみであったり、あと空気感の良さとか、うん、あと要は雰囲気が良くなるね、はい、で気持ちのいいその血の通ったような音源になるっていうのが、まあ僕たちが一般的にそのソリッドステートのアンプ使ってる人が思う印象じゃないですか。そうですね。チューブプラス、いわゆるチューブアンプにプラスして求めたいものですよね。そう、はい、僕たちが期待するものって、で、その音が出てる、これは。だからこれね、聞いた人が、ああと思うと思いますよ。だからさっき言ってたちょっと遊びじゃないっていうのはそこで、その、遊びの機能じゃないの。これ雰囲気楽しむっていうよりは、本当に良くなるんですよ、うん、これ。だからこそ、まあソリッドの良さも生きるんですけど、はい、だから、とにかくですね、本当に、雰囲気すごい良くなります。で、バイオリン気持ちいい音になるのかな。そうですね。ただ、心地いいっていうよりはもう気持ちのいい。うん、別に、ただ単純に柔らかくなるだけじゃないんで、まあそれがチューブモードですよね。そうですね。でさらにチューブプラスにすると、はい、これはすごいね。まあこれはもう本当にツヤっぽくなるというか、はい、うん、そう、さらにツヤが出て、そう、本当に深い響きが出てくるというか、はい、単純に言うとなんていうのかな、音のディテールはふわっとしますよね、そうですね、いい意味で、はい、ただこれもすごい僕は価値があると思う、うん、逆に言えば例えばそういう音聞きたい時だってそういう音源だってあるじゃないですか。ありますね、はい、うん、だからこれ聞いて家族で聞く時俺こっちいいやっていうただ本気、全然本気だし、あと厚みがね、やっぱりその温度感すごい上がるんで、うん、それと音の響きが入ってくるからすごい良かったです。はい、はい、ではちょっとプリアンプの機能は最低そこら辺で紹介しましたけども、はいはいはい、で次は、ヘッドホンアンプの機能ですね、はい、でパッと見て、はい、ヘッドホンどこに刺すんじゃいって思いますよ ね、 いや本当ね、はい、ここがこれすごいパカッと開くんですよ、ね、はい、よし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 、おお、これすごいな、ちょっとこれ左側これ静電型の出力、はいはい、でこれカスタムの 500V から 620V のものと、はいはい、220V かのノーマルの出力ですね、はい、であと XLR の、はい、3ピンデュアル、うん、あとこれコンパチブルになってて 6.3mm がいけるんですね、刺さります、うんうん、であと XLR4 ピンのバランスと、はい、4.4mm のバランス、うんうん、そして 3.5mm のシングルエンドというさすが、ね、まあ、ここ全部つけてくる、まあここは iFi はつけてくるね、そうですね、はい、まあ、どんなヘッドホンでもさせてくださいっていうところで、はい、でね、僕まあこの今ヘッドホンにモードヘッドホンのアンプとしての話になりましたけど、やっぱり言いたいのはこの驚異のパワー、はい、とんでもないでしょこれね、だって1万5000ミリワット。そうですね。ですよ。1万5000ってちょっとって感じ。そうそうそう。どんなヘッドホンがそんなパワーを必要とするんだっていう話もありますけど、はい、まあ、世には、あ、影の罫線とか。罫線ね。そう、当時、スピーカーアンプで鳴らすことを想定したようなヘッドホンアンプとか、はい、ヘッドホンがありますんで、はい、そういうものを鳴らせるヘッドホンアンプですよっていうところですね。1万5000ミリワットだったらいけますよね、罫線。もう全然いけます。はい。全然いける。はい、すごいな、俺。15W ですよ。スピーカー鳴らすんかっちゅう話ですよね。本当ですね。それ積んできてるってのがすごいな。で、ただ、まず最初に土方さんにお聞きしたいのが、はい、この手の大パワーアンプって、はい、どうしても残留ノイズっていう問題が切っても切り離せないじゃないですか、はい、やっぱりね、それだけ出力でかいと、はい、残留ノイズと高くなりますからね、うん、まあそうですよね、そこはね、そうで、まず初めに、はい、シュファの SE846 っていうあれ、そう、もうまさしくあれはなんかノイズ検知器みたいな感度の高さがありますけども、僕もほぼそれ目的で買いましたけど自前の持ってきました今日、はい、どうなんだと。でアイカンファントムには、はい、iMatch という、いわゆる、はい、IEM、カスタムインイヤーモニターというか、はい、そういうもの専用の、いわゆるアテネーターが入る。いわゆる iFi が単品販売してるやつですよね。そうです。それが中に入ってますので、はい、まあ、それは、アクティベートした状態、有効化した状態で、聞いていただきました、はいはい。はい。はい。ですね、その状態で僕の手持ちのやつを聞きましたけど、まあ、もちろんノイズは、パッと聞いた感じは聞こえないですよ。はいはいはい。で、まあ、もちろん SN、大出力な、だけど SN がいいなと思ったのと、僕これが今回このアンプで初めて聞いたいわゆるイヤホンなんですけど、うん、あれだね、びっくりしたよ、これ本当に、僕ね本当に興奮するとタメ口になっちゃう本当にびっくりしたのがですね、いやいや、はい、めちゃくちゃリファレンス性高い、そこに尽きるこのヘッドホンアンプ、癖がない、そうで、あとイヤホンって、はい、ある一定以上の駆動力があれば、はい、鳴り方一緒でしょみたいなとこあるじゃないですか。はい、こんだけドライバー小さいし、はい、バランスアマチュアですからね。はい、
違うんですよね、これね。あの、ディテールのにじみがとにかくない。はい、この、あ、だからね、その、ソリッドっていう言葉が本当に浮かびましたよ。うんうん、だから、でも文字通りソリッドですね。はい、そう。本当になんていうの、癖のなく。だから、リファレンス用のその、イヤホンの、まず、これ、アンプとして使えるなと思いました。うんうん、直感的に感じましたね。はい、で次に、先ほどの NEO-IDS-G2 の回と一緒で、はい、ゼンハイザーの HD660S2 と、うん、タゴスタジオの密閉型ヘッドホンを聞いていただきましたけども、はいはい、あのまずソリッドステートモードでこちらは聞かせていただきましたが、うん、まあごめんなさい繰り返しになりますけど、いわゆるリファレンス性なんですよ、うん、これの良さって、はい、いわゆるあのね、まず音源をそのままストレートに出してきます。で今回も僕そのレビュー担当したイオン響でレビュー担当したノラ・ジョーンズ聞きましたけど、そのものの音がまず出てくる。そうだ、絶対的にこれがそのものの音なんだっていうことを、はい、別に比較とかそういうことがなくても、はいはい、こう実感させてくれるというか。あ、それはね、その僕リマスターの音源とリマスター前と後をそのレビューして書かなかったんで、すっごい時間かけてたんです僕、はいはい、今までで多分一番時間かけたぐらい聞いてたんだけど、いわゆるそうするとですね、いろんなシステムで聞くわけですよ、はいはい、そうするとね、あの平均値がわかるんです、うん、あ、じゃあこういう音源なんだなって、こういう帯域バランスなんだ、こういう質感なんだ、あとこういう空間表現なんだっていうリファレンスが出てくるんだけど、それがストレートに出てます。それが大きいってことはね、どういうことかって、まあ、これ最後まとも、あの、本来はね、あの、まとめてやらなきゃいけないんだけど、いわゆるレビューに使えますよ、僕は。はいはいはい、なるほど。はい、あの、評論の時の音源評論のレビューに使えるぐらいリファレンス性が高い。そのくらいストレートに出してきます。この66ね、丸S2 に関しては、インピーダンスも高いですから、うん、あの、ちょっとしたヘッドハンプで聞くと、例えば音量が稼げても、いわゆるベースのグリップしないでちょっと伸ばしちゃう、要するにちょっと引きずっちゃうようなところがこれだとない、はい、まあさすがに余裕を感じますよね。アタックリリースきっちりと表現してくれる。そうです、ね、そこはやっぱり一番上なんだ。ただかなり駆動力はまあそのワット数を言いましたけど、それ以上にその実際のその音が出た時の動的な音楽かけた時の駆動力かなり高く感じました。はい、はい、ありがとうございます。はい、で最初にこう説明しましたけども、はい、静電型ヘッドホンが鳴らせるということで、最高ですね。やっぱその音も聞いていただきたい、はい、ということですね。それはじゃあ僕が今持っていきましょうか。はい、SR の009という現行の一つ前のフラッグシップモデルですね。はい、でこれはですね、ちなみにあのこれすごいね、静電型のヘッドホンって、バイアス電圧が違うんですね、はい、適正なものが、はい、でそれをあの前のプロ ISL の頃はノブで切り替えるようになってたんですけども、はい、間違った時にヘッドホンを壊す可能性があるんで、いわゆる安全性確保のために、はいはい、いわゆる SD カード化しまして、これを、本体に差し込んでアクティベートするという、でこれ押すと、はい、580V っていう風になって、はい、うん、しかも今カウントダウンが入りましたけど、要するに失敗しないように、そうです、壊さないようになってるわけですね。そうです、ヘッドホンの方ですね。はい、はい、で、まあ、580V とのスタックスのカスタムバイアス、はい、電圧で、聞いていただきましたけども、はい、はい、あのですね、最高ですよあのやっぱりね、ちょっと新鮮だったのはこういうまずね Hi-Fi でスタックスが聴けるっていうのが、そうですね、僕は新鮮だったけど、そもそもスタックスのヘッドホンを、はい、スタックスさん以外の静電型ドライバーで聞くっていうのは、はい、なかなかない経験ですよね。そうですね、特に日本だとね、はい、あのないですね、少ないですけど、あのスタックスはいいよやっぱり、うん、あの僕はスタックスというメーカーはあの日本のねヘッドホンのね日本のオーディオのね僕は宝だと思ってるんですよ、はい、そのくらいずっと探求してて、それは僕がもう本当にもうなんてオーディオ少年時代ぐらいから憧れのものだったんですね、うん、スタックスのヘッドホンって。で特に最近はちょっと小型化されて使いやすくなりましたけど、まあ、それが、まあ、楽しめるっていうのはあのもちろんその自己責任っていうのはありますけど、あのすごい新鮮でした。で肝心なのですね、音がいいです。やっぱりあの静電型やっぱり反応が大変素晴らしい。そうですね、はい、本当にピアノタッチとかイントロのピアノタッチとか声を出す、例えばあの声の息継ぎの部分をハッとしたねサッとしたところなんかも本当に綺麗に表現してくれるし、もう音のタッチいいですよね。それとやっぱり開放型のね、そうですね、はい、はい、まあやはり広域の表現っていうのは静電型ならではなっていうところを感じます、はい、
で、まあ、プラス、じゃあ、静電型ドライバーとして、うん、そのスタックスさんのドライバーとアイカンファントムが一緒だったら、別にこれ買わなきゃいいじゃないかっていう話になってしまうので、はい、もちろんそんなことはなくてですね。はい、まあ、強いて言うなら、こう、センター感のパシッとした感じは、はい、アイカンファントムの方が出てるかなというふうな印象ですね。なるほど。もともとこの多分、あのヘッドホンアンプは、フォーカスがすごいリアルですよ。そうですね。はい、そディテールの、あと、その、例えば距離感とか、うんうん、特にヘッドホンの場合やっぱり距離感すごい大切だと思うんですけど、はい、ヘッドホンアンプの場合は、はい、その距離感しっかり出してくるから相性いいですよね。そうですね、はい、うん、いやすっごい良かったですね。あんまりいいしか言ってないんだけど、うん、まあそんな形で、はい、静電型ヘッドホンも万全に鳴らせますというところですね、はいはい、あとちょっとちっちゃなことだけど、この、あの表示部がいいですね。そうですね、カラーでね、はい、はい、まあいろいろ情報も出してくれますし、はい、特に静電型ヘッドホンを使うときにはいわゆるそのカスタムバイアスの電圧だったりとか、はい、内部のインピーダンスだったりとか出力インピーダンスだったりとか、うん、確認しなくちゃいけない項目があるんですよ、はい、それをちゃんと一目で分かる形で出してくれるのは非常にいいかなと思います、はい、そうですね。こういう時にしっかりしたディスプレイねついてれば、まあ、ちょっとデザインに話戻っちゃいますけど、例えばほらこれ上のここの部分のね、あの半透明のアクリルかっこいいね、はい、これで中のすごいリアルに並んでるし、あの真空管も見えますね。そうですね、はい、だからこれね本当にまあさすがにフラグシップだけあって、はい、値段もそれなりですけども66万円税込みですけども、そうですね、はい、でも多分この内容と機能的に音質的にことを考えると僕は値段はあの適正というか安いと思います、うん、正直に言えば、はいはい、だって今ねハイエンドオーディオね一番上の基本的にメーカーのトップモデルが66って頑張れば買えるじゃないですか。そうですね、はい、本当に頑張れば買える、ま、そう、まあ、iPhone いいところは、はい、あの現実的な値段というところですね。ああトップモデルでもね、トップモデルでも、はい、そうね、これが何百万とかになっちゃうとそう、うん、ちょっと一大決心かなっていう感じしますけど、はい、しますけどね、ただ音はすごいですね。うん、そう、まあそれはねやっぱり iFi ってあのトリクルダウンして最上位モデルから持ってくるところもあれば、はいはい、下のいわゆる設計した技術を上に持ってくることもあるんですよ、はい、なのでそれぞれいわゆる高いモデル、はい、上位のモデルを作った経験がいわゆる下位のモデルに来て、はい、で下位のモデルでユーザーからのフィードバックが上位モデルに行ってっていうですね、いいこうスパイラルを繰り返してるんですね。あ、そこは確かにそうかも、ええ、確かにね。でまあその中で今までプロシリーズがあって、はい、全シリーズがあってっていうこの中でこう上にポーンと抜けて、はい、アイカンファントムができたわけなので、うん、まあその期待というか、はい、今までプロシリーズが30万円台だったで30万円台40万円台だったのがいわゆる60万円台って値段がジャンプアップしましたけども、はい、十分期待に応えてくれる製品に仕上がってるかなと思います、はいはい、あの先ほど何回も言ってますけどこの製品のね本当に素晴らしいとこはまずソリッドステートモードでのそのプリアンプとして利用した時とヘッドホンアンプとして利用した時のとにかくリファレンス性の高さだと思います、はい、だからヘッドホンとかイヤホンのまずその個性をそのままストレートにしかもこの絶大な駆動力で出してくれるというところがまず一つの大きな魅力です。これは最大の魅力だと思います、はい、まあ、それプラスねチューブモードとチューブプラスモードが遊びの機能じゃなくて本当に音楽楽しめるっていうそこの機能がついてる。でもこの多分2つの機能がついてるからこそここまでストイックにねストレートに出せたんだと思う、はいはい、そして静電型のヘッドホンも駆動できる。いや、そこはね、すごいサプライズ的なプレゼントだと思いますよ、これ、はい、iFi からの、はい。で、もちろん、ファントムシリーズは、このアイカンだけで終わりじゃなくて、そうそうそう、やっぱフラッグシップのシリーズだけあって、はい、これからも機種を予定してるというような話なので、あ、そうですか。ぜひ期待いただければ、ね。iFi ファンがもう頑張れば、これで揃えちゃうという、そういうこともすごいユーザーもにもなれるわけだ、はい。はい。でもいいですね、このトップモデルでね、やっぱりトップモデルとしてのね、魅力がすごい製品の魅力があると思います。はい。はい、じゃあ土方さんのオーディオ最先端、はい、第12回ということで、はい、ちょっとね最近褒めすぎなんだけどちょっと欠点が見当たらんから仕方ないな、まあはい、フラッグシップモデルっていうだけありましたね、うん、大変素晴らしいモデルでした、はい、かなりおすすめだと思います、はいはい、じゃあどうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。